はい、こんにちは。さかなクンの吉田です。今日はですね、この前ちょっとアップした動画でコメントをいただいて、それについてご回答という感じなんですけども、着信音ですね、メールにも着信音とか、あと送る時の音がですね、設定ができるんですね。それについてですね、キャリアのメールですね、ドコモとか au とかですね、そのメールと iCloud のメールに対してはですね、着信音が鳴るんだけども、Gmail に関しては鳴らないんですけども、分かりますかという質問をいただきました。それについてですね、ちょっと今 Apple ストアに電話してですね、確認してみたいと思います。ありがとうございます。お使いの製品をお選びください。 iPhone は1、ちょっと聞きたいんですけど、メールを送る時のサウンド、あとメールを受ける時のサウンドって設定できるじゃないですか。それで、iCloud.com のメールとか、携帯会社に紐づいているソフトバンクのメールとかは、音が鳴るんですけども、あれ、Gmail っての対応してないんですかね。Gmail が来た時とか送る時、着信とか送信時の音が鳴ればいいんですけども、なんかバイブですかね、は、来るんですけども、着信音として設定できないですよね。はい。そこら辺をちょっと知りたかったんですけども、はい。今ですね、内容を伝えてですね、2、3分ちょっと調べてくるんで待ってくれということですね。質問された方はですね、高齢者で、ボケ防止に使っているというようなことでですね、コメントいただいたんですけども、確かにね、そういう意味では非常にいいと思うんですね、iPhone ね。いろんなメールとか写真も撮れてですね、写真を例えば家族にして送るとかね、そんなこともできるし、いろんな可能性があるんで、ボケ防止にはですね、非常に役立つんじゃないかと思います。前はね、自分もフューチャーフォンですかね、使ってた時には結構細かく、着信音の設定とかしてたんですけども、なんか iPhone にしたらですね、バイブで使うことが多かったり、あとはこのアップルウォッチ持ってるとね、こっちにも着信っていうか連絡が来るんで、細かくは設定してないですね。じゃあ全部今立ち上がってるやつを、閉じちゃうわけですね。これいっぺんに閉じるってことはできないんですね。ダブルクリップして一個一個これ上にスワイプっていうかしていくしかないんですね。はい。いや、もうちょっと待ってください。はい。すごい立ち上がってるんで、ちょっと時間かかってますけど、ちょっとすいませんね。電源とホームボタンを10秒くらい長押しするんですね。そうすると再起動するんですか。はい。そうですか。はい。それでちょっとね、子供の iPhone なんですよ。買ってね、6買ってまだ半年ぐらいなのかな。だからその人に言ってやってもらいますわ。じゃあ、ホームボタンと電源ボタンか、10秒ぐらい押して外リセットの再起動みたいな感じになるってことですね。設定としてはあれですよね、あそこの設定のサウンドの、メールのとこの着信を選んでっていうことでいいわけですよね。はい。それではですね、はい。それは Gmail 単体のアプリがあるじゃないですか。Gmail アプリでも関係なく着信音になるってことですね。この中のそのメールの中に Gmail も紐付けられるんですけど、それを例えば使ってない状態で Gmail のアプリをここに落としてあって、それが来た時とかなんですけど、そこの設定はないわけですよね、 iPhone の中にはね。そこまでの着信音の設定はね、そういうことですね。やるんであれば、その iPhone のメールの中に Gmail を入れてアカウント追加してやればメールの方に来るからできるということですよね。着信音がならないということなんですけども、こちらのですね、メール、左側のメールですね、これのメールの着信音は鳴るけれども、Google のメール、Gmail ですね、鳴らないということだったので、もしかしてこの Gmail のアプリの方から来たメールに対しては鳴らないということなのかもしれません。それアプリに聞きましたらですね、こちらの左側のメールに関してはですね、純正なんでサウンド、音が着信音は適用できるんですけども、こちらの Gmail に関してはよくわからないということでした。それでですね、次回のちょっと動画にしたいと思うんですけども、普通この純正のメールにはですね、キャリアさん、ドコモとかソフトバンクのですね、メールが設定されるんですけども、この中にアカウントというのがあってですね、 Google のメールも Gmail も追加できるんですね。あとは他に個人的に持っているメールも追加できますので、純正メールの中に全てですね、入れてしまうというのもいいと思います。そうすればですね、着信音とかが使えますので、またそれをですね、別の機会に動画にアップしたいと思います。今日はそんな形でですね、メールのサウンドが鳴らないということでですね、ちょっと Apple Store で確認しました。またいろんな動画を作っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。